100日後マッチョになった場合、28日目、この日はジョウロを使っての腕のトレーニング。重さは約10キロ。笑みを浮かべているが結構重い。左右バランスよく鍛えられるよう心がけている。持つだけでも十分負荷量がある。他にも水をかぶるかと思うぐらい上に上げるトレーニング。両手でも結構きつい。椅子に座りながらもやってみた。逆手より順手の方が負荷量がある。キャンプ用の椅子では力が入りづらかった。最近のトレーニングではどれぐらい汗がかけるかポイントになっている。やはり汗をかくことで得られる充実感もある。筋力アップで手応えのあるトレーニングにつなげていきたいところだ。今は少しずつでもトレーニングに慣れることを目標にしている。とにかくマッチョになるにはトレーニングあるのみだ。